いどうも、たまやです。今回もノルウェー人ユース縛りで最強のノルウェー代表を作っていくキャリア With ハーランドやっていきましょう。最初の説明こんな感じでどうかな。まだねこの企画をなんてまとめるか悩んでるので、もし分かりにくかったら概要欄ご覧ください。さあ現在リーグは4部、現在残り16試合で勝ち点53で首位とかなり好調をキープ。やはりねハーランドもいるんで攻撃力で他のチームとは差がついてる感じだね。いや当たり前だろってね。さあもうシーズンも終盤戦なんで、もちろんね3位以内での自動昇格っていうのを狙いに行きますので、そこからね振り落とされないように今回も頑張っていこう。現在メンバーはこんな感じで、現在までに獲得したノルウェー人ユースがペターセン、ルンド、ヤコブセン、ルード、2人目のルンド、ヨハンセンで、あと1人ねレンタル中のヨンセンという選手もいて、なんで計7人かな。7人を1年目にして早くもトップチーム昇格させていると、全然目標に対しては上回れていると思うね。あとちなみになんか前回確か彼のことヤンセン呼びしてたような気もしたんだけど、ヨハンセンですね。さあ今回もね順調にこのユースからの生え抜き選手たちを育てつつ、またね新たなノルウェーの有望なユース選手たちを発掘していけたらなと思います。それでは進めていこう。リーグ戦相手はジリンガム、2対3で敗戦。リーグ戦相手はノーサンプトン、0対2で敗戦。リーグ戦相手はトランメアローバーズ、1対0で勝利。リーグ戦相手はニューポート、3対0で勝利。さあスカウトレポートを見ていこう。今回の契約はなしだな。そしてユースアカデミー、いやーちょっとね今抱えてる選手ポテンシャルの上限下がってきちゃってんね。80後半ならまだいいけども、ちょっと80前半になっちゃった選手は厳しいかな。リーグ戦相手はバロー、2対0で勝利。リーグ戦相手はレイトンオリエント、2対1で勝利。リーグ戦相手はスティーブン・ネイジ、2対1で勝利。リーグ戦相手はサットン、0対2で敗戦。リーグ戦相手はクルー、1対2で敗戦。スカウト情報を見ていこう。さあ今回は1人またね名前かぶってしまってるんだけども、多いね名前かぶり。15歳のペターセン、契約していきましょう。リーグ戦相手はコルチェスター、2対1で勝利。リーグ戦相手はストックポート、2対1で勝利。さあリーグ戦の方も残り5試合といよいよ最終盤となりました。現在勝ち点74で首位と、さあ今回2位以下ともだいぶ勝ち点差を離すことができて、自動昇格圏の3位以内っていうところを考えてもだいぶ余裕ができてきたんではないかなという状況ですね。いやー素晴らしい。さあただね、なんとかこれで1年で4部の方は突破できそうだが、今のチームで3部やっていけるのかどうか、まあやっぱりそこもハーランド生かしていけるかどうかだよな。ハーランドにパスが通る環境があればおそらくいけると思うんだけどね。そろそろ選手たちも成長したことでしょうし、一緒にプレーして見ていきましょうか。監督評価がやべえ。今何が一番心配って首の可能性だよね。とりあえずここ勝ってちょっとでも監督評価上げていきましょう。リーグ戦相手はウィンブルドン。さあこのメンバーで戦っていきましょう。前線は軒並み1番伸びたかな。ペターセン、ハーランド、ルンド、ルード、ヤコブセン成長してるね。でヨハンセンも1伸びたか。ちょっとディフェンスの選手の伸びの悪さっていうのが気になるところではあるが、まあ、ちょっと今回は前線の選手に成長した成果を見せてもらいましょう。やっていこう。キックオフ。さあヤコブセンからルンド。さあ連携もできてきてるはずだからね。さあいいぞペターセン、惜しいね。ハーランド、ルード、うまい。さあ期待のルード。これはチャンス、惜しいね。ここまで入りはかなりいいよ。だけどこういうとこ危ない。さあルンドが上がる。ハーランド、そして惜しい。ルード、うまいね。いいぞヤコブセンから。さあルード、うまい、惜しいね。さあやはりノルウェーのペドリことルードが絡むと結構いいチャンスが生まれてるね。いやーまずいって、危ねえ。
いやー怖い。いやもうね、負けたらその流れで解任されるんじゃねえかっていう危機感があるからね、緊張感が全然違えわ。さあハーランド、スピードでちぎっていく。中にはルードがいるぞ。ナイスブロック。粘って、さあルード。前半終わって0対0、得点こそ入らなかったけども、ただ以前の押されっぱなしだったチームのことを考えたら、やっぱり選手の成長っていうのは見えるね。試合は割と有利にうちが運んでいたと思うんで、後半も続けていければなと思います。さあ今回なんといってもね、70代目前に迫ったノルウェーのペドリ、ルードの活躍に個人的には期待していきたい。後半頼むぞ。後半キックオフ。オッケー、ナイスカット。いやーまずい、頼むよ。あぶねー。ハランド、いいぞ。ナイス。さすがとしか言えん。一人で行きやがった。チームがダメなら俺が行くと。素晴らしいね。ここはさすがハーランド。先生、1対0。さあ得点直後は失点しやすいので気をつけないといけない。ここ頼むよ。セオリー通りに失点すんなよ。怖え、あぶね。ルード、いいよ。さあルンド、ナイス。さあこっから追加点よ。ルンド、ハーランド、ルンド、ここ奪って、よし、いいぞ。ディフェンスライン、ルード、うまい。ペターセン、ヤコブセン、惜しい。ここ奪ってルード、いいよ。ヤコブセン、いやー止められる。さあうまい、ペターセン、オッケー、ナイス。これはとどめの一発、生え抜きのペターセン、結果を出した。いやハーランドから素晴らしいパスが通ったね。ここでルードのスルーも良かった。いやペターセンにゴールが出たのは嬉しいね。2対0。さあ無失点でいこう。ルード、うまい。ここで試合終了、2対0で勝利。いやーまさにうちの完勝といったゲームだったね。ハーランドの個人技でのゴールもあり、チームで崩してのペターセンのゴールもあり、かなりチームにとってもいい内容となった試合だったね。ペターセン1ゴール、ハーランド1ゴール1アシスト、ルンド1アシスト。リーグ戦、相手はカーライル、3対2で勝利。リーグ戦、相手はウォルソール、2対1で勝利。さあ現在のユースアカデミーはちょっと渋めだね。こっちは一旦停滞期に入ったか。リーグ戦、相手はスウィンドン、1対2で敗戦。さあリーグ最終戦、相手はマンスフィールドタウン。じゃあここもね、せっかくのリーグ最終戦なんでプレイしていきましょう。さあ今回もこちらのメンバーで戦っていこう。でユース選手がねまた成長してくれていて、またペターセン、ルンド、ルード、ヤコブセン、そしてサイドバックのルンド1成長した。さあでこれでついにノルウェーのペドリ能力値70台突入。ハーランドを除けばチームで一番乗りと。
いや素晴らしいね。今回こそじゃあもう違いを見せてほしいね。でそれに続くような形でルンドもいい感じにぐんぐん伸びてきてるんで、この辺は本当に期待できる。さあやっていこう。リーグ最終戦キックオフ。さあいきなりちぎられる。まずい。いかれた。早すぎる。それはあかんよ。っていうかめちゃくちゃ早いな。サポーターもまだ落ち込む準備すらできてないよ。これは軽率。いきなりビハインド0対1。さあ監督の首がかかってるからね、選手たちも頑張ってくれよ。いいパス。細かくつないで、ハーランド、うわマジで入った。その距離はさすがに無理だろうと思ってたんだけどね。ハーランドえぐいわ。そんなんもいける。うわコース完璧。最終節でも見せていく。1対1。いやまずい。危ねえ。いいよ。さあペターセン、成長見せてくれ。ルード、いやまずいぞ。危ねえ。ルンド、さあうまい。ハーランド、いやまずいぞ。いかれた。なんなんだこの試合は。ちょっとディフェンスの対応緩いな。1対2。いやまずいって。オッケーオッケー。ここで前半終了。前半は1対2、1点ビハインド。いやーハーランドのスーパーゴールで一時は追いついたんだけどね、ちょっと今回ディフェンスが戦えてないな。さすがにこれ以上失点して点差広げられるのが一番まずいんで、久々のこの 5-4-1、 これを使ってまずは守備を整えていこう。で攻撃に関しては多分ハーランドがねそのうちやってくれると思うんで、それでうまく逆転まで持ち込んでいきたいな。さあこれでやっていきましょう。後半キックオフ。ナイスカット。ハーランドが行く。圧倒的。ナイス。さあただ相手もディフェンスに相当人数割いてきてるよ。どう崩すこれを。奪って、さあまたしてもハーランドのフリーキック。ああ惜しい。まずい。危ねえ。これ以上の失点はまずい。いいぞヨハンセン。まずいって。あぶね。いやまずいぞ。後半チャンスらしいチャンスないぞ。なんとかハーランドまでボール持っていきたい。なんとかルードとハーランドで
いやペターセン、ルード、ここで試合終了。しょっぱい最終戦になったな。でもこれで優勝が決まったことで選手たちは喜ぶと。やってる側としては非常に複雑。お前ら切り替え早、負けた直後にそれできる。さあでもここでね、見事にタイトルを手にしたことで監督の評価も回復するんじゃない。いやするよ。いやでもね、初年度での優勝、これは見事。リーグ最終戦1対2で敗戦。いやまあ優勝は良かった、でも締まらない最後だった。攻撃でも見せ場なかったしな。ちょっとこれは来シーズンに向けていい課題になったね。調子に乗らず引き締めて挑めよと、そんなメッセージを感じたな。ハーランド1ゴール。さあ今シーズンの結果見ていきましょう。ハートリプールは圧倒的得点力で最終的には勝ち点83で1位フィニッシュ。見事に3部昇格を決めた。得点ランキングの方はハーランドが2位と、まあ、このハーランドに得点を取らせてあげられなかったっていうのはもう完全にチームの問題なんで、そこはねやっぱ周りの選手たちの底上げが必要なのかなという感じですね。アシストランキングはまあ一応2位と3位っていう形になっちゃうのかな。ハーランドとルンドが1位タイで10アシストと、ここは見事だね。ルンドもちゃんと活躍してるんだよね。各選手のスタッツ見ていこう。特筆すべきところはさあ早抜きのペターセンね。初年度で7ゴール6アシスト、いい活躍してくれてると思います。ルードも6ゴール6アシスト、ヤコブセンも7ゴール3アシストと。でヤコブセンなんか特にね、出場試合数が18試合と少ないのにこの活躍なんで、ね、ルードの陰に隠れがちだったけども、ヤコブセンもね何気にかなり期待している選手です。でルンド良かったね。彼はもうねウィングコンバートを機に能力も爆伸びしてね、今では総合値がもう68と、そして5ゴール11アシスト、かなりウィンガーとしてアシストで結果を残してくれた。最初のコンバート前のパッとしなかったルンドから考えるともうすごい成長だよ。でエースハーランド23ゴール10アシスト、まあ、ここはさすがだね。ただ来季はもっともっと点を取らせてあげたい。それではシーズン終わりまで進めていきましょう。さあその前にユースのスカウトレポート。17歳のクリステンセン、これいい選手の可能性あるよ。さあ契約していきましょう。さあシーズンは終了で、まあ一番気になるのはね、この監督評価で来季につながるのかどうか、そこだけ今回確認していきましょう。いやーよかった、なんとか残留。まあリーグ優勝したんで、これでシーズンまたげば多少監督評価回復してくれるんじゃないかと思いますので、ここでつながったことは大きい。それでは今回はこの辺で終わりにしたいと思います。よかったらチャンネル登録高評価よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。